皆さん、こんにちは。四大徳田康吉です。今、大和富山店に来ています。昨日から四大康吉個展が始まりました。3日から9日火曜日、最終日は5時終了でございます。2年前に富山大和さんの90周年の個展があったんですけれども、その時に太古の赤富士を買い上げになってくださったお客様がおいでくださいました。私ここにちょろっと喋る。今富山大和に来ています。一昨年富山大和90周年記念の個展で太古の富士をお求めくださったお客様なんお名前は稲垣と言います。稲垣様、太古の赤富士太古の赤富士を求めてくださいました。夫とたまたま2年前に大雪の日にね、とりあえず大和さん行きましょうと言って寄らせていただいて、ご案内をいただいてたんです。八十吉さんの展覧会があると。それで主人がそこへ行きましたら、この太古の赤富士の前でピタッと動かなくなって、それでなんかとっても気に入ったようで、夫はねたまたまちょっと6年ぐらい闘病生活してましたので、まあ自分にはいつかは終わりが来るなという思いはあったんだと思います。でそういうことで、そのエネルギー、あなたからお聞きした原子の力、なんかそれに打たれたようで、それで、あ、これがいいということで求めさせていただいて、それでそのうち届きましたら、自分の一番座ってる席から一番見えるいいところにかけてずっと眺めてました。ありがとうございます。はい、その写真なんですか？写真があります。どうしましたか？またあ、それはね、あ、これ大和さんの、これ大和さん、大和さんで、で、あ、これです。この中に、これ大和さん。するかな。2年前の写真です。